はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。今日はですね、国際協力の中のレバノン留学っていう部分と、あと日本語でレバノンの情報を発信しているプラットフォームベイトレバノンのお話をしてもらおうと思い、大竹さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、大竹さんの自己紹介とあと出身教えていただいてもよろしいですか？はい、大竹くるみと申します。私は今東京外国語大学の4年に所属をしていて、中東地域を中心に国際関係とか、あとは人の移動に関わる移民とか難民について学んでいます。で、2年ほど前にレバノンに語学学校に語学留学をしていて、アラビア語を学んでいました。で、出身は東京です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、ちょっとまあレバノンっていうところもあるんですが、まずそもそも、まあ、国際協力っていうとちょっと幅広いんですけど、そもそもなんでレバノン留学とか今されていることをしようと思ったのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思っていて、はい、最初に国際協力とかに興味を持ったきっかけって何かあったんですか？そうですね、国際協力には漠然と小学生ぐらいの時から興味を持っていて、はい、というのは海外の全然自分の知らないところっていうのに興味が強かったので海外の小説とか映画とかを見て、なんか外に出たいなっていうふうに漠然に思っていました。で、そこでアフリカの子ども兵についての本を小学 3,4 年生の時に読んで、まあ、そこでなんか国際協力っていう選択肢があるんだっていうのを気づいたのが最初の一歩でした。なるほど、ありがとうございます。ちなみに小学校3年生の時にそういう少年兵とかの本ってなんで気になった感じなんですか？たまたま見た感じだったんですか？いや、本当にたまたまですね。そうなんですね。なんか図書館でたまたま手にした本がそういう本で、はいはいはい、なるほど、はい、そこからじゃあ国際協力というか、なんでそういう人たちが出てくるんだろうみたいなところを考え始めたっていう感じなんですかね？そうですね、はい、なるほど。小学生の時からそこって考えられていて、中学校高校からやっぱりブレなく、まあ、そういったところに興味を持ってたような感じなんですかね？そうですね、まあ、中高も漠然とずっと海外に行きたいなというふうには思っていて、うんうん、はい、中学ぐらいの時にそれが中東にだんだんフォーカスされてきた時期でした。中学からそこをフォーカスされていったんですね、はい、中学の時ってどこに行かれたんですか？あ、中学の時は全然どこにも行ったことがなかったんですけど、なるほど、世界史とか地理とかでちょっとずつ世界の情報を学んでいく中で、はいはい、中東って面白いなって、面白いですね。そこで思い始めました。ちなみにどこが面白いと中学校の時とかは考えてたんですか？興味があったのは、うん、雰囲気が本当に日本と全く違うっていうのと、はい、言語が面白そう。あ、なるほど、英語でもないし、うん、独特な言語っていうところもあるっていうところだったんですか？はい、そうですね。なるほど。実際海外に行かれるのっていつが初めてだったんですか？一番最初に行ったのは中学3年生の時に行ったオーストラリアです、うんうんうん、はいはいはい、で、学校の希望をして交換留学で行けるみたいなプログラムで初めて、本当に1週間ぐらいだったんですけど、うん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 、行きました。あ、そうなんですね。で、実際中学終わって高校とか大学進められると思うんですけど、具体的に中東に行き始めた時期っていつだったんですか？はい、中東に直接行ったのは大学1年生の時に初めてイランに行きました。そうなんですね、はい、それって何がきっかけで行かれたんですか？それは大学でアラビア語とか中東について勉強したいなと思ったので、まあ、そういう学部に入って、はい、うん、ペルシャ語を勉強してたので、とりあえずちょっとでもできるようになったら行って喋りたいっていう思いが強かったので、はい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 、イランに行きました。あ、なるほど。イランはアラビア語ですか？ペルシャ語？イランはペルシャ語なんです。そうなんですね、はい、なるほど。専攻はペルシャ語だったってことですよね？はい、そうです。あ、なるほど。実際イランに行かれてどうでした？ワクワクが止まらないこれを求めてたっていう感じでした、はい。実際ここで学ぶ中東地域の情報と、はい、実際に行ってみた時の中東地域から得られる情報って全然違いました？結構違いは確かにあって、うんうん、もちろん大学で学んでることはさほど遠くはないんですけど、ただ中学とかの頃からずっと自分の心の中で描いてたちょっと遠くの世界みたいなのを実際に人を通して見るっていうので、うんうん、あ、こういう人が実際住んでるんだなっていうのが分かったので、はい、そこはすごく大きかったですね。なるほど、ありがとうございます。イランにじゃあどれくらいいらっしゃったんですか？あ、イランはもう全然2週間だけ。2週間で何かプログラムで行かれてたわけではないんですよね？でも1週間大学の授業をちょっと受けながらっていう。そうなんだ。行きました。それは大学との交換みたいなプログラム、はい、そうですね、一応大学と提携してるプログラムで。ありがたいちなみにちょっと全然話変わっちゃうんですけど、はい、大学の時にペルシャ語専攻だったんですよね、はい、人数ってどれくらいいらっしゃるんですか？1学年15人です。あ、そうなんですね。でも15人多い
いですね。多いんですか？むしろそんなにいるんですね。そうなんだ。え、他の言語もあるんですよね。英語とかフランス語とかあると思うんですけど、はい、やっぱ割合で言うとペルシャ語は少ないですか？一番少ない部類に全部入ってます。なるほど。男女比率とかってどんな感じなんですか？男女比はいつもなぜか女子の方が多くて、7割は女子とかですね。そうなんですね。みんなペルシャ語を学んでるんでしょ？怖い。むしろなんかすごい怖いんだけど。いやどんな感じでみんな受けてるのかなと思うんですけど、実際大学のカリキュラムってどんなカリキュラムなんですか？ペルシャ語は1、2年は1日1時間ペルシャ語の授業があって毎日やっていて、そのうち2時間はネイティブのイラン人の先生と会話を練習したり、まあ、あとは日本人の先生と文法を学んだりっていうので、もう2年でみっつりペルシャ語をやります。そうなんですね。で、実際イラン行きました、帰ってくるじゃないですか。その後レバノンとかにも行かれると思うんですけど、中東地域ってその他にも行かれました？中東はレバノンに留学してる時にエジプトとヨルダンに遊びに行きました。そうなんですね、レバノンに行きたいなって思ったきっかけって何かあるんですか？もともと大学に入る時点からアラビア語を本当は志望していたんですけど、そこに入れずペルシャ語に入れてもらったみたいなところがあったので、でもやっぱり卒業する前にアラビア語どうしても捨てられないなと思って、じゃあ、 まあ留学はアラビア語で行こうと思ったので。あ、そうなんですね、ちょっとそこの具体的なお話もしていこうかなと思ってるんですけど、アラビア語ってレバノンだけじゃなくていろんな国あると思うんですけど、なぜレバノンにしたんですか？難民について学んだりしてたので、そういうのを実際に自分の目で見てみたいなと思ったのでレバノンにしました。なるほど。ちなみに休学して行かれたってことですよね？はい、そうです。大学何年生の時にそれ休学されていったって感じなんですか？3年目に、じゃあ3年目で休学してレバノンに行ったっていうことなんですね、ありがとうございます。じゃあちょっとここからはレバノンの具体的なお話をお伺いしたいなと思ってるんですけど、レバノン多分行くの初めてだったと思うんですけど、実際行ってみてどうでした？大好きです。レバノンの事前の情報とかをある程度学んでから行った感じなんですか？正直全然学んでいてなくて、そうなんだ。本当に最低限の情報しか知らないで行ってしまって、いや本当にそれは調べた方がいいなと今でも思うんですけど。なるほど、そうなんですね。で、実際レバノンについて、そこからはどれぐらいいらっしゃったんでしたっけ、レバノン？7ヶ月ちょっと。なるほど。日本人はいらっしゃいました？日本人いたんですよ。いたんですね。まあ数える程度なんですけど。あ、そうなんですね、ちょっとそこは後ほどお伺いしたいなと思ってるんですけど、レバノンでどういう生活されてたのかっていうところもお聞きしたいんですけど、実際どんな生活されてたんですか？私は最初ベイルートに4ヶ月住んでて、その後3ヶ月引っ越して北の方のトリポリっていうところに住んでて、どっちもシェアハウスで住んでいました。そうなんですね。で、まあ、そこでシェアハウスをしながら語学学校に通うっていう毎日でした。そうなんですね。実際じゃあその語学学校に行かれてた時のスケジュールみたいなのってざっくり聞いてもいいですか？朝起きて一日どういう風に過ごされてたのかっていうところをお聞きしたいんですけど。朝起きて、まあ時期にもよるんですけど、授業が1日2時間半ぐらいだったので、午前中は空きで、で午後に学校に行って、午後勉強して、でその後もクラスメイトと勉強したり、あと道端で誰か捕まえて一緒に喋って会話の練習してもらったりみたいな。で、まあ帰ってくるって感じでした。そうなんですね。ちなみにそこの語学留学してた学校あるじゃないですか、一クラス何名ぐらいいらっしゃったんですか？3から4ぐらいですね。え、3名から4名？そうです。すごいです。え、どこの国の方がいらっしゃったんですか？だいたいヨーロッパかアメリカが多かったので、ドイツとイタリアとアメリカのクラスメートで回ってました。なるほどですね。じゃあ1日のスケジュールで行くと、朝起きて午前中はちょっとダラダラする感じなんですか？そうですね、最初はちょっとダラダラしてたんですけど、途中からなんかボランティアを始めて。あ、そうなんですね。午前中ボランティアをして、午後授業に行ってます。どんなボランティアされてらっしゃったんですか？それはシリアの子供たちに英語を教えるボランティアで、なんかレバノンの学校にシリア人の難民として来ている子供たちも行けるには行けるんですけど、レバノン人が午前中でシリア人が午後という風に分かれてて、で午後だともうなんか先生たちが疲れちゃってたり、なんかクラスも足りなくて全然まともに教育ができないみたいな状態らしくて、でそれでついていけない子供たちをどうにかするために英語を教えようっていうので、英語ボランティアで外国人が教えるっていうのをやってました。それは NPO とか NGO 団体がやってた感じなんですか？そうです、なんかスペインのちっちゃい NGO が運営してました。じ
じゃあそこでボランティア午前中はして、午後は語学学校で勉強して、はい、その後人捕まえて会話の練習して、はい、まあ、その後夜とかは普通に危なくないんですか、外に出ても？全然危なくないです。そうなんですね、はい、ベルトは特にナイトライフがめちゃくちゃ盛んな街なので、なん、まあ、ちょっとお金があんまりないのでそんなに騒げないんですけど、はい、ただまあなんか安いところを見つけては友達と飲みに行ったりとかはしていて、はいはい、本当に深夜2時とかに一人で歩いても安全ぐらいのところです。そうなんですね、場所にはもちろんよるんですけど。へえ、ちなみにその7ヶ月間ぐらいでしたっけ、はい、いらっしゃった中で危ないこととかってありました？そうですね、一回家に知らない人が入ってこようとしたことがあってどういうこと？なんかその時はベルトに外国人4人で全員女子で住んでたんですけど、はい、知らない、ずっとアラビア語しか喋らない男の人が無理やりドア開けて入ってこようとしてて、で私たちその時なぜか鍵を閉めてなくて家にずかずか入ってきちゃったので、はい、あ、ちょっとすいませんって言ってみんなで押し戻して。そんなことある？鍵を閉めるっていうのは。ちなみに何を言ってたかも分かんない？その時はちょっとまだアラビア語が全然分かんなかったので、はい、いや分かればちゃんと会話ができたのかなと危な今思うんですけど。あ、そうなんだ。そうですね、まあ、そこまで危ないことはないかな。そこまでね、まあ、知らない人が家に入ってきたぐらいだもん。十分すごいけどね。はい、ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあこの後はレバノンの魅力っていうところをお話しいただきつつ、今重点的にされていること、ベイトレバノンについてお話しいただきたいなというふうに考えてます。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。